気だったら。先生、恐竜を見て、真っ青かどうか。ただこれは広いんですよ。だからもう、金槌で戦うと、ね、焼き入れしてるから高いから。戦いは無理ですよ。ね、ペコペコしてなら中が見てくる。歪みというか今風の言い方するとセッティングだ。あ、そう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 ですね。歪みだというか。これというのは両用語だから、そういうことじゃなくて頭だったのかな。いや、一緒です。一緒なんですか。一緒ですね。結局例えばおみがこういう風に持てるって、こちらのがそういう状になってたら、こっちが当たるでしょうから、ここに摩擦が起きて、また余計に膨らむんですね。膨らんだらどうなるか、当たってまた曲がってくるんですね。だからできるだけその、まっすぐしたい。なら、アサリも小さくて済むんです。すごい側面に当たらんです、うん。それがちょっとでも歪んでると、アサリが小さいと、どうしても側面に当たって、それが熱に入って、それと、まあ、先で曲がっていく。まあ、ゴミってまっすぐ切れないといけないところですよ。そういうことの原因として歪む。歪みが取れるから、言えば、小さいアサリでもいいです。小さいアサリだから、抵抗が少ないから動きます。うん、ビターズ、はい、まあ、天理から